マルケッティ FN333 リビエラ試合、マルケッティ FN333 リビエラ試合、マルケッティ FN333 リビエラは、1950年代に、ナルディ社で設計、開発された、イタリアの高級ツーリング水陸両用飛行艇である。続く10年間に、試合マルケッティ社で少数が生産された。FN333 リビエラはもともと、 ミラノのフォルラニーンに空港にあったナルディ社により開発された。リビエラの試作初号機はアイキスで登録されたサンザの機体であった。この機体は1952年12月4日に初飛行を行い、出力 145HP のコンチネンタル製空冷エンジンを搭載した唯一の FN333 であった。 最初からより高出力のエンジンを装備し4座となった試作2号機は1954年12月8日に初飛行を行った。ナルディ社はリビエラの開発を継続する資源を書いており、そのために出力 240HP のコンチネンタルをマイナス 470H エンジンを搭載した試作3号機は1956年10月14日まで飛行できなかった。 FN333S と命名された、この機体が量産機の原型となる予定であった。それ以上の開発資源に不足をきたした、ナルディ社は1959年3月に、リビエラの製造権をはるかに、大規模な試合マルケッティ社へ売却した。この結果を受けて、量産型リビエラの最初の10機は、ミラノ近郊バレーゼのセストカレンデにある試合。 マルケッティ工場で生産された。試合マルケッティ社が生産した最初のリビエラは1962年2月に完成し、1963年1月までに4機をアメリカ合衆国の顧客に納入した。試合マルケッティ社製の機体は推進式プロペラ機用に製作された。 燃料噴射装置付きの出力を改善された 250HP を発生するコンチネンタルをマイナス 470P エンジンを装着していた。リビエラは1961年に米国内で購入可能となり、当初はニューアークのノーススター社を通じて販売された。デトロイトサーベア社はデトロイトでリビエラを販売し、最初の一機を1962年7月13日に 受領した。すでに組み上がって飛行可能な状態にあった。この機体は船の船倉に入れられてイタリアから直接ニューアークに到着した。この機体を除いてほとんどのリビエラは半完成状態で出荷され、顧客に納品される前にサウスウェストやモーティブ社で完成させられた。試合マルケッティ社が生産した26機のほとんどが米国内の顧客に販売されたが、 ノルウェーやスウェーデンに販売された機体もあった。膠着装置を持たない完全な飛行定番が FL333W の名称で計画されたが製造されることはなかった。有名な1940年代のリパブリック RC-3CB に幾分似ていて心を惹かれるようなデザインではなかったがリビエラは特徴のある機体であった。リビエラと CB の主要な相違点は CB の通常の後部胴体に対しリビエラは高い位置から突き出した2本のテールブームを持っていることであった。リビエラは首車輪式硬着装置を持ち、首車輪は機種内に引き込まれ、格納時は2枚の小さな首車輪扉で完全に覆われた。このためタクシングや離着陸時のリビエラの前方視界は CB のそれよりもいくらか良好であった。 リビエラは出力 250HP を発生するコンチネンタル製水平対抗6機筒を胴体の上に推進式に搭載し、プロペラは3枚ブレードが標準であった。元の生産が6年間にわたる26機で終了したが、現在飛行可能な状態にある機体はわずかハンダースイカであると思われる。しし航空ショーやクリア RX プラ員への常連参加機であり、世界で 最も写真に収められたであろうリビエラの0110、気がミンでニエ、緊急着陸を試みて墜落したデータフロムグリーン。ありがとうございます。